エイビルギ、エイビルギ、エイブイエル儀、エイビルツリー、アデルソン、ベルスキーランディスツリーとは、コンピュータサイエンスにおいて、どの濃度の左右部分器の高さの差も1位かという、条件を満たす二分探索のことである。平行二分探索にの一つで、木に対する操作によって、条件を満たさない濃度が発生しても、回転と呼ばれる操作を行うだけで木をエイビルギに、再構成でき、 平行を維持できる。エイビルギは最初に考案された平行二分探索儀であり、その名は1962年に論文を発表したソ連の二人の数学者、とに由来する。通常の二分探索儀は入力されるデータの順番によって木の構成が変わるため探索効率が安定しない。例えばデータが相当された状態で順に入力されると木は線形リストと 等価な構造になるため、探索の計算量は最悪のフォーミュラ1になってしまう。木が完全に分岐であれば、計算量は最良のフォーミュラ2になるが、完全に分岐でなくとも木全体の高さがより小さくバランスが取れている状態、すなわち平行な状態であれば、木の性能は十分発揮できる。エイビルはどの濃度の左右部分器の高さの差も1以下であることを、 平行の条件としており、これを常に満たすので、探索の計算量は常に、フォーミュラに程度になる。エイビルギでは、一つのデータを挿入、削除するたびに、すべての濃度が条件を満たしているか調べる。ここでは、その手がかりとして、核濃度に平行係数を持たせることを考える。平行係数は、以下のように、核濃度の左右部分機の高さの差で定義する。 左右は逆でも良い。平行係数は、挿入や削除などの操作の度に再計算する。すなわち、左部分期の方が高くなるほどプラス1、右部分期の方が高くなるほどマイナス1すれば良い。平行係数が2以上、またはマイナス2以下の濃度が存在するとき、木の再構成が必要である。再構成後は、平行係数を更新する。 エイビルギの基本操作は、通常の2分探索技に対して行うものと同じだが、木の平行が崩れたときは木を再構成するために、回転も行う。回転は、平行係数が2以上、またはマイナス2以下の濃度のうち最も根から円、濃度、すなわち最も葉に近い濃度から行う。回転操作の詳細は、木の回転を参照のこと、木の中から、 目的の値を持つ濃度を見つけ出すのが探索である。エイビルギの探索は、通常の2分探索儀と同様の手順で、左のこの値を矢の値、右のこの値の条件を手がかりに行う。通常の2分探索儀における挿入は、条件、左のこの値を矢の値、右のこの値を満たす。枝の末端を探索し、そこに新たに作成した濃度をつなぐだけであるが、 エイビルギではさらに平行条件を満たしているか調べ、満たしていない場合は回転を行う。まず、挿入すべき枝の末端を探索しながら、探索してきた経路を記憶しておく。これは、スタックや再起呼び出しを用いることで実現できる。挿入後、この経路上を挿入した濃度の親濃度から根濃度に向かって順に調べていく。 平行条件を満たさない濃度 P とするがあった場合に回転を行うが、ほとんどの場合、P と P の高い方の部分機の根濃度に着目して一度回転を行えば、これらの濃度とその子孫濃度は平行条件を満たした状態になる。この回転を単回転、または一重回転などと呼ぶ。ただし、単回転では平行条件が満たされない場合があることに、 注意しなければならない。具体的には、の二通りである。この場合はそれぞれ以下のように二度回転を行うことで解決できる。これを複回転、または二重回転などと呼ぶ。このように、エイビルギでは、部分機の構造によって、単回転と複回転を使い分ける必要がある。エイビルギの挿入における、平行条件の確認は探索してきた。 経路上の全ての濃度が平行条件を満たしていることを確認する必要は必ずしもなく探索してきた経路上のどこかの濃度を回転するか探索してきた経路上に平行係数が例の濃度を見つけた時点で処理を終了できる。なぜなら挿入は木の高さを1大きくする操作であるのに対して回転は木の高さを1小さくする操作であるから これらの操作によってその部分器の高さが挿入前と等しくなるためである。また、挿入により平行係数が例になった濃度があるということは、挿入前に高さが一小さかった型の部分器に挿入したということであるから、その濃度をネットする部分器の高さは挿入前後で変わっていないので、すべての濃度が平行条件を満たしていることがわかる。ただし、探索してきた。 経路上に平行係数が1もしくはマイナス1の濃度を見つけても処理を終了できない。なぜなら、挿入により平行係数が1もしくはマイナス1になった濃度があるということは、挿入前のその濃度の左右部分器の高さは等しかったが、挿入により一方の部分器の高さが1大きくなったということであり、その濃度をネットする部分器の高さは1大きくなっているので、 すべての濃度が平行条件を満たしていることを保証できないからである。エイビルギの削除は通常の2分探索儀と同様の削除操作を行った後、平行条件を満たしているか調べ、満たしていない場合は回転を行う。挿入と同様に、まずは探索してきた経路上を削除した濃度の親濃度から根濃度に向かって順に調べていく。 平行条件を満たさない濃度があった場合、その濃度と高い方の部分器の根濃度に着目して、単回転、または副回転を行う。なお、削除する濃度が、この濃度を2つ持つ場合、削除する濃度の左部分器のうち最大値を持つ濃度、もしくは、右部分器のうち最小値を持つ濃度を探索して、削除する濃度と置き換える処理が発生するが、 ここで探索した経路も記憶しておく必要があることに注意する。濃度を削除するのは置き換え後なので平行条件の確認も置き換えられた先の親濃度から始めなければならない。A ビル機の削除における平行条件の確認は探索してきた経路上のすべての濃度が平行条件を満たしていることを確認する必要は必ずしもなく探索してきた。 経路上に平行係数が1もしくはマイナス1の脳を見つけた時点で処理を終了できる。なぜなら削除により平行係数が1もしくはマイナス1になった濃度があるということは削除前のその濃度の左右部分期の高さは等しかったが削除により一方の部分期の高さが1小さくなったということでありその濃度をネットする部分期の高さは削除前後で変わっていないので 全ての濃度が平行条件を満たしていることがわかるからである。ただし、探索してきた経路上のどこかの濃度を回転したり、平行係数が例の濃度を見つけても勝利を終了できない。なぜなら、削除は木の高さを一小さくする操作であるのに対して、回転も木の高さを一小さくする操作であるから、これらの操作によって平行条件を満たさなくなった濃度が出てくる。 可能性が頭である。また、削除により平行係数が0になった濃度があるということは、削除前に高さが1を大きかった方の部分器から削除したということであるから、その濃度をネットする部分器の高さは1小さくなるので、同様の可能性がある。この濃度がない場合は、部分器の高さを0と考えるため、一つのこの濃度しか持たない濃度について、 その子濃度は、波濃度となる。すなわち、兄弟濃度を持たない濃度は必ず波濃度である。エイビルギの、どの部分器も、エイビルギである。エイビルギは、あくまで核濃度の左右部分器の高さのバランスを保った木であり、核用濃度の深さが均等な木というわけではない。深さが、最も大きい波濃度と最も小さい波濃度の深さの、差が2以上になって、完全に分器とは、 かけ離れた構造になることもある。挿入や削除の操作は毎回平行条件の判定を伴うため比較的コストがかかる。そのためこれらの操作が探索に比べてあまりにも頻繁に行われるような環境ではエイビルギは性能を発揮しにくい。エイビルギは同じく平行二分探索ギの一つである。 接骨機に比べて平行性をより厳密に維持するので探索性能はエイビル儀の方が良いが挿入や削除の性能は接骨機の方が良い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。